アロハー YouTube。 三重県民より赤福が好きだと思っています。マルゲン店長の朝岡です。はい、今日は待ちに待ったマルゲンチャンネル初のプレゼント企画第1弾の抽選を行っていこうと思います。と、その前に、今回総応募数43名、改めて、たくさんのご応募ありがとうございました。応援メッセージだったり、ご意見ご感想を書いてくださった方、重ねて、ありがとうございました。本当に、いろんな視点からさまざまな意見をいただいたので、とても参考になりました。撮影方法だとかも、今後ちょっと変えていこうと思っていますので、今後のマルゲンチャンネルに、ご期待ください。はい、でですね、1月の11日からマルゲンチャンネルの方を、スタートし始めたんですけど、14日間で、チャンネル登録者数100人を超えました。ありがとうございます。一人でも情報発信をして一人でも多くの人に知ってもらいたいっていうふうに思って、始めたので本当に嬉しく思います。引き続き、マルゲンチャンネルをよろしくお願いします。さあ、それでは、抽選の方をやってまいりましょう。僕もちょっと本気を出します。はい、原始的なちょっとやり方ですが、皆さんに応募フォームで書いていただいた、ペンネームをですね、ここにこういう紙にですね、ペンネームを今書いてあります。で、この抽選箱に、入れて、で僕が引くっていう、方法でやってまいります。はい、でですね、まずこちらのですね、メルセデスベンツと、フェイラーのコラボハンカチグリーンです。こちらの、抽選からやってまいります。はい、で応募数、こちらは7名いました。で、商品が2個あるので当選者は、2名となりますので、早速やってまいりましょう。はい、ではこちらの入れさせていただきます。混ぜます。引いちゃいますよ。はい、じゃあ早速最初の当選者の方、この方に、この方でいきます。はい、おめでとうございます。サンミさん見えますか？はい、おめでとうございます。ご意見の方でですね、店内の様子や店の外の様子が、見たいというご意見もいただいてます。またぜひ、撮影して載せていきたいと思います。ありがとうございます。はい、じゃあ続いてもう1名ですね、発表して抽選していきます。はい、じゃあこの方、おめでとうございます。あかりんさんです。おめでとうございます。あかりんさん、女性に人気の輸入車を知りたいということと書いていただきました。あと僕が自己紹介のところでスティッチ歴、一筋16年ということで、もしネタが尽きたらぜひスティッチについて話してほしいということなんで、また機会があれば
いっぱい語れるんで語らせてもらいます。おめでとうございます。さんみさんと、あかりんさん、こちらの商品届きますんでね、お待ちください。ありがとうございます。はい、もう投資でやりますんでね、ちょっと失礼します。じゃあ続きましてですね、次はですね、こちらのメルセデスベンツの、トラックのフィギュアやっていきます。あ、これあの副刊商品になります。で、応募数15名の方からいただきました。いっぱいありがとうございます。じゃあいきますよ。あ、でですね、実はこちらのトラックのフィギュアがこのプレゼント企画の中で一番の高額商品と実はなってます。はい、じゃあ早速やっていきます。あ、こっちでしたね。はい、振りまーす。はい、じゃあ当選者を発表しますよ。はい、おめでとうございます。蒼天さん、ありがとうございます。蒼天さんもご意見いただきまして、中古車選びのポイントを教えてほしいということなんで、ぜひ中古車の僕はプロになる、なりますんで、ぜひアドバイスっていうかポイントを、お伝えさせてもらいます。ありがとうございます。はい、じゃあフィギュアは蒼天さんでに送らせてもらいますんで、お待ちくださいよ。はい、じゃあ最後ですね、こちらのメルセデス AMG とニューエラのコラボした9050キャップ、これは東京オートサロンの限定販売の商品です。で、これが一番人気でした。応募数は、21名の方からいただきました。ありがとうございます。じゃあ抽選の方やっていきます。はい、じゃあ21名の方入れさせてもらいましたので、はい、いっぱい振ります。振ります、引きます。じゃあこの方、ちょっと待ってくださいね。はい、あ、はい、おめでとうございます。まなまなさんです。まなまなさんの応援メッセージもいただきました。ありがとうございます。ぜひ商品届くの楽しみにしていてください。はい、ではこれで抽選の方を、終わらせてもらいます。はい、当選された方、本当に、おめでとうございます。はい、商品の方は、発送しましたらメールにて、ご連絡させていただきますので、今しばらく届くのを、楽しみにしていてください。はい、で、残念ながら、今回当選されなかった方、安心してください、第2弾やりますよ。はい、最後に重要なお知らせがありますとは、まさにこのことです。第2弾プレゼント企画の応募詳細を、応募詳細の発表を1月28日火曜日の動画にて発表いたします。第1弾で当選された方も当選しなかった方も、応募するのを忘れてしまった方も、
全ての方にご参加いただけますので、第2弾の方も引き続き、よろしくお願いします。はい、今日はプレゼント企画第1弾の当選発表でした。それではマハロー。